仮面ライダーガッチャード感想会 with プリキュア第7回2024年2月後半号ガッチャード第23話第24話ワンプリ第3話第4話ワンダフルプリキュア第3話言っちゃダメどうもアキコですパッションバーニングユーリです今回はサトルくんがプリキュアの秘密を知る回でした嘘や黙ってることができないイロハちゃん結局サトルくんの目の前でキュアフレンディーに変身小麦ちゃんもサトルくんの目の前で犬から人へそしてキュアワンダフルに変身サトルくんには何が何だか状態でもサトルくんは動物に関する知識が豊富プリキュアの協力者に適任だね羊の羊はずっと言っちゃダメって言っていたけれどサトルくんがちゃんと話を最後まで聞く人物だと分かるとすぐ仲間と認めた今回はサトルくんが仲間になった話だったけれどプリキュアでは男性協力者はよくあるパターンだよねペットのウサギもいるので今後の活躍も楽しみです第23話いつも心にズッキュンを沼当てメガネンめぐみですファインワンダーレイカです今回は男性アイドルが演じる吸血鬼ケミー界の後編ですケミーなのに悪いことをするそんなことがありえるのか実際にズキュンパイアに聞いたところ世界中のみんなを幸せにするための行動だった人々からエネルギーを吸い取っていたことに今まで気づかなかったみたいやっぱり悪意のあるケミーはいなかったその事実を知って絶望するズキュンパイアでも最終的に持ち直して奪ったエネルギーは元の持ち主に返した今後はホウタロウたちの仲間ケミーとして今後の活躍が楽しみですね今回はマジェードの新フォームケルベロスと月のベストマッチが出てきましたそれから騒動の発端になった女性も過去の男とは決別できて最終的にいい感じで終わったズキュンパイアの人間体今後再登場はあるのか気になります「ワンダフルプリキュア」第4話「猫屋敷の猫と眉」どうもアキコですパッションバーニングユーリです今回はアニマルタウンにプリティホリックが開店した話だったね。第1話でも猫に隠れていた猫屋敷眉今回もコミュ障ムーブを発揮以前に比べればまだマシかもしれないけれどいろはちゃんのメイクを担当することになった眉ちゃん集中力を発動し無言で黙々とメイクを進めるいろはちゃん喜んでてよかったね眉ちゃんはメイクが得意なんだね引っ越す前に通っていた学校ではぼっちだったらしいなるほどこれまでの眉ちゃんの振る舞いの理由が分かった小麦ちゃんはまゆちゃんの猫に話しかける人の言葉をしゃべる犬と猫で意思疎通できるのかな猫は猫パンチでも小麦ちゃんは止まらないこういうところ小型犬みたいでいいね今回のガルガルは臆病なタヌキ動きが速いからなかなか捕まらないでもなんとか元のタヌキに戻して仲間のタヌキのところへ戻れたよかったこれからいろはちゃんとまゆちゃんの交流が増えるかな二人お揃いで可愛い。まゆちゃんの今後が楽しみ。第24話、急転直下、禁断の鋼鉄ライダー。沼当てメガネンめぐみです。ファインワンダーレイカです。今回はこれまでの仮面ライダーガッチャードを振り返る総集編でした。ただの一般人だった宝太郎が仮面ライダーガッチャードになり、
錬金アカデミーの仲間とケミーをガッチャし、湊先生の裏切りがあったね。総集編パートの後、湊先生がガッチャードのカードをほとんど奪う。吸い込まれたホッパー1、唯一スチームライナーだけが残った。変身できない宝太郎の代わりにマジェードとバルバラドが戦う。宝太郎は金術で変身しようと考える。これは危険な匂いがする。そしてついに宝太郎はスチームライナーだけで変身、アイアンガッチャード誕生。一応宝太郎の意識は保たれているみたいだから、いわゆる暴走フォームじゃなさそうかな。しかし鉄仮面のような見た目、やはりただごとではない変身のようです。今回の仮面ライダーガッチャード、感想会は以上です。それでは次回をお楽しみに。アキコじゃんけんタイム。アキコじゃんけん。じゃんけんポン。また見てね。